今日はですね、アウディ立川にあります AAA 認定中古車の S4、 なんとこれ左ハンドル、こちらをご説明していきたいなと思います。まず見た目は、パッと見は A4 セダンとあんまり変わらないように見えますよね。そうですね、はい、あんまりね、はい、でもよく見る と、 よく見ると、はい、グリルがちょっとこれ A4 とは違うんじゃないですか。全部そうですね、はい、横の格子が全部シルバーに、はい、シルバーで変わってると。変わってますね、はい、これ鍵で開けてみますと、はい、この流れるウィンク、はい、もうバッチリ光ってる、バッチリ来てます、ね、流れてます。ちょっとカメラさん近づいてもらってですね、はい、ちょうどじゃあありがとうございます。ウィンクあると思います、はい、これフロントにもセンサーが、はい、ついてるわけですね。はい、ついております。これは LED、はい、マトリックスですか。マトリックスになっております、ね、マトリックス、はい、つまりあれですよね、こう歩行者の方とかいるところをこう照らしてこう、はい、ぐる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 動いてくれると。そうです、いうことですかね、はい、でこれがヘッドライトつけてる状態でウォッシャーをやるとこれが前に出てきて、洗浄してくれると、はい、まあ、高速道路とかで虫とかね、はい、そうです、つきますもんね、はい、でこれは牽引のやつですかね、きっとね。あ、そうですね、こちらのくぼみの部分、ここにもセンサーが、はい、センサーついております。はい、こちらも同じくというところで、で多分これミラーお見てください。あ、ミラーを今開けようとしたらですね、はい、窓が開きましたね。これリモコンでですね、はい、リモコンでこう押し続けていただくとこういう風に、あ、だからちょっとこうすごいですね、夕立があった時とかですね、冷たいなって時に、はい、エンジンいちいちかけなくてもできると、はい、キーからで、そうですね、あとはだからちょっと開けとこうかなって言った時にはこういう風に開けとくこともまあできると。開き具合もキーから操作ができるんですね。そうですね、ちょっと小技、すごいですね。ですよね、はい、はい、それから、まあ、この辺がやっぱり通常の A4 だと同色ですけどね、はい、このシルバ ー, ルバーちょっとメッキっぽくない、そのマットシルバーな感じが。確かにそうですね、はい、ここも当然あ、光っております。皆さんもご覧ください。ちょっと中、はい、ちょっとでは中に参りましょう。あ、ちなみにこの車新車価格ですと、なんと、はい、新車時はですね、はい、車両価格だけで、これ当時ね、多分これ 10% になってからですか、 8% ぐらいの時ですかね。こちらはそうです、9、これは、ちょっとごめんなさいね、まあ当時の、まあ当時 8% でしたから車がね、999万5000円、はい、それに19万2000円のオプション、はい、どんなオプションがついてるのか、ちょっと純正装備も S4 だと多々ありますからね。例えばこれも光りますよね、これね、これも純正なんだと思いますけど、ちょっとカメラさんこれ持っておいてもらってですね、はい、ちょっとなんかエンジンかけてたんで、ちょっとその前にこのシートがちょっとこの暗いんでね、あれですか、この格子状に、そうですね、ダイヤモンドステッチでこう縫い目が格子状になってますよね。お分かりいただけますでしょうか、格子状になっております。なってますね、はい、いい感じですね。こう意外と、あ、ここですか、しっかり座り心地は、しっかりしますね、ありがとうございます。ここで膝までの距離を調節できるっていうのが、そうですね、またいいですね、はい、ちょっとすいません、はい、閉めてみますか、はい、お願いします。お、これですね、はい、閉めましたらこの、脇のこの何でしたっけ名前、脇のこのバックル、なんていうんですかね、これサイドのところ、サイドの、はい、すいません、これがこう閉まってくる状態ですね。これはまたすごい機能がついておりますね。やっぱりこの端の S がついてるだけあって、これもカーボンパイで、ちょっとエンジンかけてみますね。はい、お願いします。すごいいい音が鳴りますね。やっぱり違いますね。やっぱり違いますね。やっぱり通常の A4 とは、おお、ちょっとまあガソリンがちょっと入ってないんでね、あれですけども、おお、これがあれですね、カメラ近づけます。ああ、ありがとうございます。これがまさに Google
衛星地図になっております。衛星地図ね、はい、Google マップ、 Google マップで。これどこまで行くんですかね、これ。そんなにもうすごいですね、もう外観が出てきましたね。はい、中央フリーウェイも出てきました、これ。まだ行きますか。まだ行きますね、これ。日本列島が見えてきました、ね。これすごいですね。皆さん見てください、日本列島。何でしたっけ、これ。すごいですね、これ。地球になってしまいました。地球のちょっと月がないですね。そうですね。月がありませんね。まさにもう Google Earth。そのものですね。そのものですね。そこからまた立ち川まで。もう、はい、すごいですね。大陸も出て、このプレート、プレートが出てるっていうのはすごいですね。すごいです。驚きですね。驚きですね。立川の青で立川まで戻ってきました、ね、ということで。なんとこっちにもですね、はい、ナビの画面があると。同じく Google Earth が、すいません、前してる。あ、どうぞどうぞ。あ、これはすごいですね。すごいですね。はぁ。これ行き先はきっとあれですよね。はい、ここで。どこへ行きますか。きっとこの上にこれかけるんですね。そうです。これで、例えば左ハンドル、漢字読めます。あ、左ハンドルだと逆に右手で操作していただきます。タッチのこのいいですね。右手でこれタチって入れたら、アウディ立ち方バーッと検索して、本当です、ね、例えば立川、はい、これ漢字を読み取るっていいですね。もうすごいですね。もう駅はちょっと難しいんで、例えばこれでひらがな駅、はい、あ、エキュート店がもう立川エキュート店とかなんかこう検索して出てきちゃうんですね。はぁ、あ、Google でも調べられる。これインターネットともつながってるんですね、はい、LTE で SIM カードが刺さっているので。あー、なるほど、はい、インターネットに設定する車がつながっているという状態になりますね。あー、なかなか、あ、いいですね、これ ね、 いいですね。なるほど。これは何ですかね、この喋る、あ、これ言葉で音声で認識する。そうですね、音声認識でナビゲーションも手で入力するだけでなく、はい、ご自身の声で。ああ、いいですね。ああ、なるほどね。これで、あ、言語、日本語、はい、イングリッシュ、イングリッシュにも、あ、ジャーマニーがない、ね、日本仕様ですかね。車両、あ、これで足回りの硬さとか、こちらですね、はい。ああ、コンフォート柔らかい、セダイナミックですね。いや、これ走ってみたいですね、これね、どうなるのか。ドライバーアシスト、速度警告、パーキングエイド、距離警告、そんな機能まで、渋滞アシスト、渋滞アシストまでついてるんですね。これはもうドライブノンストレスで、すごいですね、これ。プレゼンスオンに、これあれですよね、あのブレーキとかこう感知して、あの危ない時に止まってくれる。安全性も完璧ということで。あー、なるほど。あ、車線維持装置ですね、アクティブレーンアシスト、はい、高速道路などの走行も安心してお乗りいただける機能になっております。あー、やっぱり満たせり尽くせりなんですね、はい、シート、あー、もうこと細かく設定も本当ですね、はい、サウンド、あ、これで音質とか、はい、あ、車速感能で速度が上がったりもする装置ですね、これね。便利な機能がもう便利ですね。誰に尽くせりもありとあらゆる機能が搭載されておりますね。すごい。もちろんテレビも、テレビも見ていただけるんですね、フルセグで、はい、バッチリテレビも映っておりますね。あー、バッチリですね、これ。ここでもドライブセレクトが、あ、運転中にね、手元からもすぐできるように。そうですね。あー、これは何ですか。あ、すごいですよ、これ。これを押すとですね、駐車アシスト、駐車のパーキングのアシストが。あー、なるほど。方向指示灯でマックに行くことすらしなくても届けてくれるというところですね。
料金です。お、すごいですね。出ました。自動で今から出航。ブレーキを踏んだままドライブにしてください。はい。あ、おお、見てください。ハンドルが自動で回っております。おお。あ、おお。なんていう機能でしょう。皆さん見てください。おお、これちょっと危ないんですけど、私自身がちょっとすごいですねこれ。すごいですね。走りだけではなくて、こういった最新の機能も搭載がされているということで、こんな車はお高いんじゃないでしょうか。いや、もう透けて見えますけど、これ606万9000円で出してたんですが、今回ですね、増税になったんですけれども、特別な価格で最後にお伝えしますけれど、左ハンっていうのが逆に、そうですね、はい、あの A4、S4 ですと、はい、なんて言うんでしょう、右ハンドル、まあアウディですと右ハンドルがやっぱり日本仕様っていうのは主流ですけれどね、はい、ただドイツは左ハンドルですから、そうですね、ヨーロッパだとイギリスだけですからね、右ハンドルの国はね、はい、この SOS ボタンは何なんですかね、これね。SOS ボタンを押していただくと、はい、繋がっちゃう。オペレーターに繋がってしまうので。ちょっとまずいですね。どうなってくるか。なるほど。キャレリツセリの機能でございますね。オートライトですよね、きっと。オートライト、そちらから。あ、これ。いただくと今ライトが。スモールになっておりますね。ヘッドライト点灯いたしましたね。はい、今すべてつきましたね。はい、明るいですね。もう前まで、皆さんお分かりいただけますか、こちらの駐車場すべて明るく照らされております。あ、もっと明るくなりました。ハイビームですね。オートエントライトがついてるんで、はい、これ多分あのここ見ていただくとオートなので、このハイローを自動的にこう、まあ、マトリックスですからね、 そうです、その辺を、やってくれると、はい、いうことですね、はい、対向車とかでローにこうなってって、はい、で、まあ、そのカーブとかその対向車の時こうハイにこう、ね、はい、なってくるんでしょうね、これね。そうですね。ああ、ありがとうございます、この辺がまた通常のイメージでバックスキン、そうですね、ここアルカンタラですね。アルカンタラレザーで、アルカンタラレザーで上品な作りになっております。これ私が前に運転席に座って、まあ、170ちょいぐらい、まあ、ないぐらいか、ちょっと靴にかかとがねちょっと入ってるんで、はい、それでまあこのぐらいだと、で、あ、倒れてきました、倒れてきましたね。あ、この辺も蓋があって、これなんかありそうな、ドリンクホルダーが出てきます。ドリンクホルダー2つちゃんとある、はい、これもなんかしっかりしてますね。そうですね、やっぱり作りが違いますね。これは、あ、後ろは開かないんですかね、これね。あ、違いますよ、これ後ろ曲げますか、これ見てください、あ、倒していただくことによって、よってもしかしてですね、これ後ろでなんか調査で、あ、これ長いものも入れられますね。そうですね、ゴルフ。そうですね、あの、縦にこれ2つとかは余裕で、はい、パンパンって入れてもらう。はい、まあ、本当はね、これ倒さないでゴルフバッグとか、まあ、入った方が理想ですよね。そうですね。はい、あ、でも、十分ですね、これ。あ、でも本当にシートのこのね、質感がいいですね。いやもう、この質感。従来の A4 とはまた違った。そうですね、やっぱり、お値段がね、はい、貼るだけのことは、そうですね、この辺がまたちょっとさりげなくね、はい、この辺と、あ、こういうふうに自動的に、まあそうですね、はい、このハンドルで、はい、あ、意外と、そうです、これで広さは、後ろにバッテリーが入っているんですね、後ろにバッテリーが入っているんですね、あの重量配分を考えてるという、はい、やっぱりこれ見てますね、まあ、それはやっぱりね、あ、違いますね、4本立ち、はい、まあ、この辺だから後ろさ、その過ぎ去るちょっと前パッと見分かんなくても、まあ、さ、後ろのテールラインで過ぎ去った時に、あ、違うと、そうですね、羊の皮をかぶった狼の、はい、おっしゃる通りでございます
感じですかね。はい。なるほど。これミラーもね、これで。はい、自動で、あ、窓も閉まっておりますね。違います。V6 です。V6 ターボ。V6 ターボ。もともと V6 じゃなくても直噴のターボ TFSI もですね、非常に燃焼効率もいいんですしね。でこれまだですね2000キロ台じゃないですかね。そうです、はい、2000キロいってないぐらい、はい、今日現時点ですね。でこのプライスが出て605万9000円だったんですけれども、今回増税にはなったんですけれども、なんとですね、なんと、はい、はい、お値下げを、はい、あ、一体おいくらになっているんでしょうか。588万9000円ですか。しかもなんと金利がですね、はい、1.99% フォルクスワーゲンファイナンス、はい、これは乗り換えるしかないですね。いやこれで、しかも4駆ですから、はい、これから例えば雪の時なんかでも、はい、やはり通常の FF や FR より安心ですよね。そうですね、ぜひ皆さん、はい、この機会に、はい、一応まだ派遣が来年の9月に残ってますんで、はい、これあれです、派遣残ってます、だから、はい、早く乗れます。そうですね、早く乗る、ローンの審査が通れば、はい、すぐ乗る、すぐにでも。左ハンドル希少ですよ、アウディは左でも正規ものちゃんと、はい、もう左ハンドルっていうだけでもう通常の F4 とは違うなと、まあ、アウディ知らない人でもあ、なんか違うなというのが分かる、まあ、シート乗ってですね、あれ助手席だと思ったら運転席だったとね。えだからですから、そんなに車検をつけて乗るよりも初級安いと、はい、大変お安くなっておりますね、はい、他には巡り合えないようなご試乗もできると思いますので、はい、ぜひともご検討いただきまして、はい、ご検討いただきたいです。ご連絡いただければと思います。月間が定休日になりますので、10時15分から6時45分まで営業しております、はい、よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました、はい、アウディの S4 今回ご紹介させていただきました。皆様こちらの動画をご覧いただきましたら、チャンネル登録とグッドボタン、いいねお忘れないようにお願いいたします。お願いします。以上アウディ立川がお送りいたしました。また次回お会いいたしましょう。